じゃあ、こんにちは。こんにちは。今日は坂本くんがですね、シャイニージムのアストロしたいと。そうなんですよね。そう、あざみさんのアストロを教えてもらうという感じの動画になると思うんですけども、うん、1種目目、そうです、エクステンション。これ、マシン紹介して、坂本くんが好きなのを使ってもらえれば全然。はい、で縦のマシンってアレンジが効きやすいんで、うん、これっていう使い方はないんですね。なんで、まあ、通常だとこう足をかけて、うん、あ、そんなに倒れるんですか。それ結構グラグラできるのが良くて、はい、ガチャーンとかって言うと止まっちゃうんですけど、これ触れるんで、このままで大体直筋をメインに効かしたかったら、自分の場合だと膝じゃなくて軸を若干こっちに持ってくる。はい、股関節指導ですね。そうそうそう、そうすると四肢エクステンションっていう、はい、まあエクステンションと四肢スクワットの中間のような仕切りになるっていう、うん、なるほど、はい、基本的にはただ足かけて伸ばすだけで、ゴールドジムでいうストライプとかプライムのエクステンションにそっくりだな、はいはい、そう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 、奥行きがあると股関節も大体直筋に効かせやすくて、逆にこう浅く座ると膝上の主導に効かせやすいんですよ。あっちのやつだと膝上の主導ですよ。そうです。意外に2つ兼用して使いたいなっていう気持ちはありますね。あ、はい、ポンって感じで、いいちょっと一回使ってみていいですか。あ、どうぞどうぞ。まずは、ね、入り方とかもちょっと結構独特な感じしますね。そう、一回もう、なるほど、あのジェットコースター、ジェットコースター最初は。なるほど。普通に振るとこんな感じ。そうです。そんな感じ。あ、これだと今僕の膝上にしか入ってないですね。あ、もう使ってきました。逆にこうすると、なるほど。OK、そうです。はい。いや、いいマシンですね。うん、じゃあこれを僕今あざみさんに教えてもらったちょっと股関節の方に効かせるやり方で、はい、攻める玉腰に行っていいですか。もう行っちゃってください。はい、はい、了解です。何列ぐらいイメージでやりますか。でも結構高レップでこれはっていうのも、はい、マックスまでつけてもこれ4枚しかつけられないんですよ。あ、はいはいはい、だから結構その坂本君ぐらいのボディビルダーだとつけ切っちゃった方がいいと思います。あ、ちょっと何レップか分かんないんで、とりあえずやれるところまでいきます。はい、よし、はい、ちょっと待って、ちょっと力強すぎる。すごい、これ重量つけよう。これ多分つけた方がいい。ちょっと動かないよ。ハザン、ちょっと一旦中断でいいですか。ん、なんかあ、いいよ。まっすぐ動いちゃうね。音が倒れそうな音がしました。もっと重くした方がいい。僕もともとアカデミー出身なんで、はい、木澤さんの股関節指導くるったほどやってるんですよ。あ、こっちで動いちゃう。あ、もう多分反応がすごく強いっていうのは、はいはいはい、今ので分かったんで、これは、うん、そうですね、ちょっとやり方を変えてみましょう。変えちゃう。膝上でいきます、うん、はい、こっち狙いにします。 OK、 今ここ狙いなんで、すっごい反動を使ったんですけど、うんうん、こっち狙いなんで膝伸ばすだけで大丈夫です。頑張ろう。いきます。よし、初めて見た、まあ、俺思いっきりやっても動かないんだけど。あさみさん、はい、これ多分僕が下手なんですよ。下手だからこれを逆に音が鳴らないように上げれた時もっと効くと思います。あ、そうなんですね。絶対に音を鳴らさないように上げます。今度は音鳴るような下手な反動を使ってるってことなんで、うん、音鳴らさなければいいだけじゃないですか。そうだね、そしたら動かないもんね、マシもね、うん、よし、行きましょう。よし、音出たら失敗なんで回数数えない。数えない、カウントされないんだ。カウントしないぐらいの感覚でいきます。わかりました。音を出せない。音を出せない。出したらね、初動が大事なんでしょう。いきますね。 1、
嘘3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うまい。一回落とします。落とす、多分10秒落とす。これあれだ、マシンが良すぎるんだ。マシンが良すぎる。結構足が曲がんなくなってきました。乗り越えられなかった今。ちょっと待ってくださいね。うん、いいよ。パンプしてくるとこのスタートポジションに入るの大変だよね。あ、早いんですよそれが。だってまだ1種目目じゃないですか、うん、この後僕もう屈曲できなくなるかもしれない。ちょっとアドニーさんに言われて力が強すぎると言ってるのが、うん、でこれで体がマシンを引っ張っちゃってる。そうそうそう、こんな風に、うんうんうん、これをなくすために持たないのはまずいんで、うん、極力添えるだけ、はい、ああ添えるだけにしちゃいます。それでいいです。これでちょっとこれでやってみます。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
わかりますかね、だんだん僕の足にいろんなものが溜まり始めてるのが、すごいね、もう、こう硬さが。これさ、競輪選手もでもさ、まあまあこれですごいすごい方だよね、競輪選手の、うん、足の太さだけでも。競輪選手って言っても疑わないもん、ね、疑わないです。パワーマックス愛用歴2年あ、やってるんだね。一応パワーマックスもやってて、これ多分ミトコンドリア増える種目っすね。あ、さっき言ってた。そうですね、はい、上筋ミトコンドリアめっちゃ多くて、ミトコンドリアさんが、そうそう、肥大化させれば代謝上がるんで、もう痩せやすくなるんですよ。そう、もう女性やった方がいいですよ。女性痩せやすくなるって言ったらみんなやるんですよ。そうですね、まあちょっと体がどうなるかっていうのはちょっとまた一緒にカウンセリングしながら。でもさっき聞いたのが、ここをミトコンドリアって脂肪をめっちゃ使う細胞がいっぱいあるらしいんですよ。はいはい、だからそう、糖質を使いやすくするやつですね。うんうん、だからあれですね、要は甘いもの食べちゃった人がむしろ足トレで代謝しちゃう方がいいってことですよね。そう、まあ大げさに言うと食べるじゃないですか、うん、足トレしてくださいって、そういうことですよね、っていうことにはなりますよ、ね、食べた日はこういうとこやんじゃなくてここやりましょうってことです、ね、そう、あのまずやってください。これ非常に有益ですね。ちょっと良さが分かってきたんで、ここに来て振ってみていいですか。あ、そう、振ってください。振ってみていいですか。振るは振るでまたいいですよ。振るんで僕の今からパンプする位置変わると思うんで。なるほど、今度ここです。直近の方ね、こっちに戻ります、うん、今こっちだったんで、うん、動きすごい良かったです、うん、勝手にこうね、今ちょっと調整したんですよ、うん、うわー、付け根すごい。あの今度はちょっと一回出ますか。すごいな、だんだんちょっとパンプ具合が今度ここに来てますね、うん、やったらちゃんと入るんだね、そこにね。そこに、そう、ちょっとすごい、ね、わかりますこれ。で、今やったことなんですけど、確かにマシンをこうやって引いちゃってるんで動いてたっていうのは気づいたんですよ、うん、だから普通上げるとき引っ張るじゃないですか、うん、押してみました。あ、なるほど、逆にね。だってクック、はいはい、クックなんで、ちょっと頭使いますね。頭使う。そうですね。ちょっと坂本君マジですげえ二流力強いんだと思う、多分これが。
この力が強すぎるんだ。それを僕が上げるときには上から押したんですよ。でまた戻すときに引っ張って、押す引っ張る押すの繰り返しで中枢神経までやられた感じですね。脳みそ頭使いながら、頭でも頭使った方が神経が活性化する、神経活性化する、神経が活性化するし、あと多分持田さんのやり方も入ってましたよね。ちょっとあ、はいはいはい、じゃなくて、うん、完全にちょっと坂本式な混合しちゃいますけどいいですか。もうね、いかようにも使えるから基本的に OK です、はい、僕は押す、掴む、押す、掴むの繰り返しなんで音出さないタイプのやり方でいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。 どうですか？体に優しいのにすごいですパンプしますね。そう、体に優しいですよね。これいい、これ膝とか全然来ない。おじいちゃんに一つですね。おじいちゃんこれは。おじいちゃん、おじいちゃんのハメにこそこれです。これもさ、なんかさ、座り心地良くないですか？確かに。これも映画館、映画館行きですね。そう、映画行きですね。映画館行きですこれ。あ、映画館一席これ。興奮した時、よっしゃー、ビビって。ありっすね。これもうちょい重くいきますけどどうします？もうちょい重くしちゃいましょう。花君はもうこれ全部フルスタックでやってました。あ、じゃあ試しに。うん。そう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 。すごいな。母さん。はい。えぐいほどパンプしてます今。いやこれね、いいよ。俺これ交通事故の。はい。その交通事故で跳ねられたその日の数日前に足首ひねったの。あ、その足首ひねった次の日にこれやってたもん。あ、そう、こっちも足首つかないよ。そう、うん、もうバッチバチ筋肉痛になったし。そう、今実はそう、はい、分かりますか、くっついちゃってくっついちゃってくっついちゃってそろそろくっついちゃってちょっとごめんごめんごめん、一回持ってみていいですか。持っていいです、持っていいです、試しに。はい、よし、これ1、早っ、こっちだな、僕が2、3、4、5、6、7、8、9、10、つりそうだな、1、あ、そうした、3、4、5、振ってるだけでいいよ、6、7、8、9、10、5回、1、2、3、4、5、すげえな、これ音鳴らすにやんだ、すごいわ。でも体に優しいからもう1セットもう1セットってやりたくなっちゃうんですよ。確かに。そう、全然終わらない。そう、気づいたらこれ朝になってたのそれはやりすぎだそれ面白いね。そう、すごいね。いや、どんどんくっついてきちゃってるどん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 、こうだからボディビルでいったらこの幅が許される状態になってきてるわけだ。そうですね、開けるようになってきたわけだ。それでちょっとダブルバイセプスいただいてもいいですか。おお、広い。いや、すごいすごいすごい。で、これがノーパンプだともうちょっと多分こう、そうやるしかないわけです。はい、はい、いいっすね。よしよし、3枚、ちょっとレップ狙います。いつの間に打ったんだから足を下ろしたときにここで ちょっとここで筋
肉の痛みには強いけど、こういう痛みは誰も弱い。物理的な痛みは苦手みたい。よっしゃ、もうなんかおすすめのマシン。レッグエクステンションですね。レッグエクステンション、第2弾目ですね。これはね、全然あの他のマシンにはない特性が1個ついてるんですよ。なるほど。3種目目、普通のレッグエクステンション、まあ、普通ではないけど、スタンレンの、そうそうそう、上げ切った時にスプリングでパーンって押し返されるんだよね。そうですね、うん、押し返すやつを押し返す、それが一回何十回続くのか、うん、1と1と張り合いしてもらったんです。意外とできるんですけども、ちょっと足が伸ばしにくくなってきましたね。ああ、そう。パンプアップしてて、はい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 、思いっきり蹴ると普通ロープ耐えるじゃないですか。はい。それがやっぱないから効きやすいと思いますね。なるほど。ちょっとこれ多分このマシン字がありますよ。字があるか。字が。AI 機能ついてる。AI 機能っていうか、だって押したら押し返してる。あ、そうそうそう。僕がなんか気持ちが強い時に押し返さないように。余計強くなってますから、ね、そう。だから相手が強ければ強いほどこいつも近く来てるんで。なるほど。言ったら AI マシンと一緒ですね。いや例のやばいですね。まさかここにコンピューター機能を搭載されてるちょっとさすがに予想外でしたAI をぶっ倒すんですか。そうです。なるほど、はい、いや燃えてきましたね燃えてきた AI をぶっ倒すぶっ倒す、ね、アナログか近未来か。そうです。そういうことです。なるほど。ついてないんだけど本当にただバネがついてないんですけど試したやり方がすごいハマったんで、はい、坂本さんにも試してほしいんですけど、一回プレート置くのポンって、はい、そっからバーンっていってポンって置いてバーンみたいな、はい、なんか0100のやつを やったんですよ昨日、はい、そしたら一番効いた。なるほど。から一回その持田さんに教えてもらったやつ、俺もなんかそれやったら、あ、こんな効くんだっていうくらい効いたんで OK です。別にもうゼロにしてから僕何でもやりますよ。はい。いやもう多分ね、もっと張る、もうこれ以上張るか分かんないけど。あ、違った。釣りそうになってきました。そうなるでしょう。力入れると。一回ちょっと0100、試してみます。もう抜いて完全に抜く。抜くと入れるだけですよね。そう。イメージは。よし。いきます。はい。1。こんな感じですか。そうそう。結構ね、確かに意外に変なところで緊張してるのが抜けますよね。そうなんですよ、そうなんですよ。一気に血液がブワッて入ってくる感じ。いや本当に全然違うな。他にもっと辛いメニューありました。CC やって片足 CC でしたっけ。片足のはね、これも片足でやってたね。これも片足、これも片足でやって、さらにその使った足でこれでなんかこうこれで10回。ああそれだとどうしたらいいかな。両足やる。両足でやったらもう両足 CC ですね。両足 CC、はい、じゃあ結構もうごめんなさい、釣りそうっすね、うん、この段階で潰しきっちゃうっていう。 OK です OK です。潰すのは得意なんで、じゃあ CC に移動しますか、はい、終わらして。そうですね。よっしゃ、行きましょう。はい、5、4、3、2、1、
6 7 8 9 10 15まで11 12 13 14ラスト15方向がちょっと待って、そこまでまずいかないとそこまでまずいかないとよし、やっとしいな。これが何でしたっけ。そうです、そう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 。1 2 強っ3いける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 、大丈夫すごいな。6 7 8 大丈夫言い聞かして、言い聞かして、はい、10 OK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 。 うわ、どうですか、なかなかいいですか、これはもっと辛くできそうです。そうですね、何か生み出せばこれでもありなんですよね。ああ、このやざみさん、はい、いいことに気づいちゃいましたね、はい、これでもないです。これが多分邪魔っすね、はい、僕こっちでやります。こっちでやりますか。こっちで、はい、オーケーです、オーケーです。ちょっと強すぎますね。握っちゃうじゃん。握っちゃうんで、はい、あんま良くないかなって。握れない方が、握れない方がうまいです。はい、じゃあ今度これやってこっちに移動します。多分来ちゃった方間違ってました。そうですね。させに行くのは得意だ。上にいるとハムの上で、下にいるとハムの下っていう。あ、そういうことだったんですね。真ん中握ったらどうなんですか。真ん中握ったらどうなんだろうね。やったことないな。だってこれが上で、これ下だったらこれ真ん中ってことじゃないですか。そういうことですね。ちょっとなんか握り変えてやってみましょうよ。多分どういう原理かっていうと、はい、これがプリチュアでも考えてほしいんですよ、はい、で、上にいるとこう働くから、そこが視点になって。で下で切るとここが落ちるからこっちになる、はいはいはい、ことらしいです。じゃあ真ん中だったら何か生まれる。真ん中だったら当然真ん中になるじゃん。はい、よし、あっ、そうですね、押し込みが硬い感じします。押し込み硬いです。これをバネついて、なるほど。ちょっと全部試していいですか。はい、しよう。なるほどなるほど、伸び感が強いですね、下。そうそうそう、下の伸び感がこっち強いです、うん、あ、初動終動って感じか、これ、どっちかって言ったら真ん中っすね。真ん中ですね、これだとミッドレンジ。真ん中だと、うん、何なんですか。何なんですか。そんな大きくは違わないかもしれない。そうですね、何も分かんなかったっすちょっと重くしましょう。
1 2 3 4 5。いけるいける。あ、大丈夫です。うん、8。お、どうしたの？どうしますか？坂田くんすごいね。まだいけるねこれね。びっくりした。俺この重さ同じぐらいの体格の人間が俺できると思ってる。ちょっとアホだったわ俺完全に。あの、そうそう、粘り強くやるっていうのが唯一の強みなんで。相当強いよね。上げちゃいましょう。上げるまだ。160やね。160やね。普通のバーベルスコットと一緒じゃん。踏ん張るじゃん、はい、こっから汗が吹き出てるのが見えた今。えっ、ブワーッつってこっから見れてる。どこ行っちゃった？少しでも涼しいとこに少しこっから汗吹き出てるのが見えた。あっ、ほんとですか？ブワーッつって踏ん張ってる。とんでもないほどちょっと汗出てる感じはあるんですよね多分面白い。いや、いいトレーニングだね。いや、ちょっと脱ぐ機会とかも6月だと出てくるんで、はい、これでいい仕上がりになるっていう感じはしますね。なるでしょうか。いや、助かります。蒸気がすごくなってここら辺蒸気すごいよ。そう、さっきメガネ拭いちゃいましたもん、曇ったから。すごい、なんかオープン当初ブワーって来た時ぐらいの熱気がここだけ数十人分の来てる熱気が一人で来てる。面白いですね。なんかいろんな有名人まとめて呼んじゃって、なんか全員で合同トレーニングって面白そうじゃないですか。いいっすね。やってみたいですね。やってみたいですね。僕の知る限りの人脈を使って集めれる人全員集めて全職やるみたいな。全職とりあえず足ははい、だから足トレだけはちょっと思ったんですけど、本当にあのみんなでやった方がなんかやるしかない状況になるじゃないですか、うん、はい、そうですね、やるしかない状況ですね。一人よりかはね、辛いことやってる人間のセットをちょっとやってみるっていうのもありかなっていう。特に自分はちょっと乗っかりたいですね、そこやってみたいですね。で、ただちょっと今羽賀さん撮影してるのはおかしいんで、羽賀さんが参戦しないといけないです。僕も持ってないんですよ。カメラマンの器じゃないですからね、羽賀さん。で、今度その予定合わせてね。そうですね、まあ、俺とでもそうだし、他の人もちょっと呼んで、はい、持田君と合わせてみたい。ああ、持田さん昨日やりましたよ、ちょっと死にかけました。ちょっとタイミング違えば会えるから、はい、そうですね、なんか面白そう。ぜひ、じゃあドリームマッチで。いや、もうマジでお願いします。はい、はいはい、やったありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。